はじめましてシステム開発会社で営業しています。売上1位です。うちの会社の働かないおじさんに悩んでいます。偉いおじさんほどあぐらかいて口しか出さないのに給料が高いです。給与の安い若手が名義で稼いで会社支えています。働かないおじさんを窓際に追いやる方法があればアドバイスいただきたいです。このおじさんが何か役に立ってるから給料高いんじゃないんですかね。経営者にとっては意外とこの人が役に立ってるという認識なんじゃないですか。もしそうじゃないんであれば営業トップのあなたがこの上司を飛び越えたその上の人たちとかに、できれば社長がいいんですけども、単純に教えてほしいですと。ほとんど働かず、しかもこういう状態の何々さんの方が給料が高くて私の方が低いっていう理由をちょっと教えてほしいですと。もし年数たくさんやってたらあれぐらい上がるんだとか、過去に何かしらの功績を残したからこういう風になってるんだよっていう話かもしれないじゃないですか。つまりは例えばですけど、この営業の仕組みっていうのを作ったかもしれないんですよ。この営業の仕組みっていうのは1回作るとそのまんまずっと使えるわけじゃないですか。でそれを利用している限り売り上げが上がるわけですよね。でこの仕組みを作ったのがそのおじさんの可能性もあるわけですよ。じゃあそのおじさんは実は働かずしてずっと売り上げを上げてることになるんですよね。あなたは営業をして体を動かして労働賃金を得てるかもしれないけども、そのおじさんは頭を使ったか、もしくは何かに投資してその会社の株を持ってるとか、何かしら財力を使ったのか、もしくは何かしらの仕組みを作って自動でお金を稼いでくれるような仕組みを作ってるかもしれないじゃないですか。なのでその場で働いてないから給料が高い、それはおかしいではないんですよ。もっと言えば僕ほとんど働いてません。でも毎月のようにそれこそ何千万どころじゃないぐらいお金が入ってきてる状態ですから、この僕を見て何にも働かない竹之内さんだけもらえて、俺ら従業員こんだけしかもらえるのはおかしいっていうのはおかしいでしょっていうことで、何かしら理由がある可能性あるんで、それは社長とかに聞けばいいんじゃないですか。でその上で、いや確かにあいつ渡しすぎかなって思わせることができたら、それはそれで成功かもしれないですし、そこをちょっと間違わないようにした方がいいかなっていう、そんな感じですね。